脱アニュー王とは、明治時代の日本において、後進世界であるアジアを出し、ヨーロッパ列強の一員となることを目的としたスローガンや思想である。後には、他のアジアの国の同様の動きについて使われることも、ある。脱アニュー王という言葉は、欧米列強が植民地戦争を繰り広げていた、明治時代に、日本の世論一名、統制名詞時事活論の鈴木健太郎など、 在野の日本人が造語しるふさせた言葉である。また、明治政府の各種スローガン、文明開化、食産工業、市民平等、国民開閉、富国共兵」を一括りにしてわかりやすく表現した在野のスローガンである。五箇条の五誓門3月14日以降、全近代的なものを卒業して、近代国民国家になるべきだと努力し続けていた。 明治中頃までの明治政府や学問の進め -1876 年の福沢諭吉の意図とは異なり、脱アニュー王というわかりやすいスローガンの方が日本国民の多くに幅広く浸透しるふした言葉と考えられる。丸山真男の調査によれば、脱アニュー王という制服が使用された最も古い資料は1887年4月14日に、 山陽新報に掲載された社説、王家主義を抜きか、猿からすである。執筆したのは山陽新報の主筆であった鈴木健太郎である。この社説の中で、脱亜乳王という聖句が4回使用されている。この社説は鈴木、鈴木、鈴木に収録された。1885年に福沢諭吉が書いたとされる論説。 脱話論の考え方が、脱話乳王の考え方であると指摘されることがあるが、これは、表面上も、内容上も誤りである。福沢は、確かに、欧米の先進文明を吸収すべきであると繰り返し、主張しているが、一心独立して一国独立すとも、明確に主張している。したがって、署名著作、時事新報論説のすべてにおいて、乳王という言葉を一度も使用していない。 さらに福沢が脱話入王という語句と関連付けられるようになったのは第二次世界大戦後の1950年代以降のことである。また福沢の脱アロ論はアジア諸国に対しては欧米列強に対抗する上でシナ、朝鮮などのアジア諸国が明治維新を成し遂げた日本と共同補調を取れるよう自ら進化し連携してくれることが望ましいとは。 しているものの、近隣の品朝鮮でさえ、あまりにも、全近代の体制に固執し続けているため、彼らの進化を待っていては日本が不当に、立ち遅れてしまう。もはや待っているわけにはいかぬという趣旨でのみ、脱亜を主張しているに過ぎない。福沢の脱亜論によって反爆された格好の、高ア論は、高ア界マイナスを中心に展開されていた、反アジア主義であるが、その高ア海に、 かつ海州や福沢諭吉自身が顧問として参加している。ところが、福沢に反駁されたはずの講和論が、後に日清戦争と日露戦争に勝利したのを機に、講和会を吸収した東亜道分解などを中心として、発行一羽、五族共和といったスローガンで堅伝され、日本を名手とすべきとする侵略政党化論に変質する。そして、 昭和前半の多くの日本の軍人、政治家、公務員が日中戦争、太平洋戦争に突き進む心理的要因の一部になる。よって、東亜道分解などにより変質させられた高和論が昭和前半に日本人の多くが帝国主義、覇権主義、侵略主義、全体主義を信奉し、正当化する契機となった思想であり、その対局の福沢諭吉の 脱話論とそれを単純化し、わかりやすく表現した鈴木健太郎らの脱話入王論とは性格が異なる。中国、韓国では、福沢諭吉が脱話入王を唱えて、明治時代の日本の世論を先導して、日本の文明開化を推し進めた反面、中国、韓国に対する蔑視や侵略主義、さらに第二次世界大戦へと導いた現況にもなった、と認識されている。 2012年4月29日、サーチナは中国の検索サイト100度の掲示板に中国は日本のように脱亜入応できるかというスレッドが立ったと報じた。スレのレスでは福沢諭吉が時事新報に有名な短文脱亜論を掲載して中華思想や儒教を廃止西洋文明を吸収してアジアを脱しアジア諸国とは絶好することを主張した。 との指摘がなされた。2011年12月16日、韓国の毎日新聞は、ジョン・インによる論説委員の、脱亜と、こうは、福沢諭吉の残した、脱亜乳王の亡霊がまだ、日本を覆っているというコラムを掲載した。ジョンはそのコラムの中で、福沢諭吉は、今日の日本で国府のように尊敬されている。 そのため日本の最高学者兵の一万円に描かれた彼は1885年文章を通じて文明国家になるためにアジアを出してヨーロッパを施行しなければならないとして脱アニューを主張したと記している現代のトルコの国土は大部分がアジア一部がヨーロッパにまたがっているが政府の公式見解ではヨーロッパの一国としてナトーに加盟さらに 欧州連合への加盟を推進中である。ありがとうございます。